フェリックス・マンティーリャ・ボテイリアは、スペイン・バルセロナ出身の男子プロテニス選手。シングルス自己最高ランキングは10位。身長180センチメートル、体重78キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ATP ツアーで、シングルス10勝を挙げた。2003年ローママスターズ優勝。1997年ハンブルクマスターズ準優勝。 1998年全仏オープン男子、シングルスベスト4。1997年全豪オープン男子、シングルスベスト8。マンティーリャは1993年にプロ転校。1996年全仏オープンで4。大大会に初出場。優勝したイフケミーカフェルニコフとの3回戦まで進出した。翌週のポルトオープンでツアー初優勝をしている。 1998年全仏オープンで、マンティーギャは準々決勝で1995年の優勝者トーマス・ムスターを6から4、6から2、4から6、6から3で破り、ベスト4に進出している。準決勝では優勝したスペインの後輩カルロス・モヤに7から5、2から6、4から6、2から6で破れた。この大会後のランキングで自己最高の10位を記録している。 2003年のローママスターズでは、決勝で、ロジャー・フェデラーを7-5、6-2、7-6で破り初のマスターズタイトルとなる10勝目を、挙げた。これが、最後の優勝である。マンティーリャは2005年頃から故障に悩まされ、4大大会の出場は2005年全米オープンが、最後になり、2008年に現役を引退した。マンティーリャのシングルスでの10勝は全てクレーの、 大会であり、全仏を2度制した、セルジブルゲラを起源とする、クラシックスペインテニスの象徴とも言える選手の一人で、特有のオープンスタンスからのフォアハンドを打ち、強烈なトップスピンで、ロングラリーからの展開を得意とした。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回線敗退、RR イコールラウン敗退、Q。 イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。